宮城県の最南端に位置する丸森町ヒッポ地区、福島県から北に伸びる阿武隈山系の北端に位置し、標高500メートル前後の山々に囲まれています。政府が避難指示を出している飯舘村から車でわずか10分ほどの距離にありながら、放射能汚染に対する対策は福島県内と大きな差があります。宮城県と福島県っていう名前だけでそういうふうなね、差がつけられたっていうのは、県境で散ったのが本当悔しかったのに。県境の町、ヒッポ地区の今を取材しました。ヒッポ地区の中でも福島県に近い川平で暮らす大橋光子さん、震災前は自然の恵みを受けながら食べ物はほとんど買わずに生活していました。ほとんど自給自足みたいな感じだったんですか？うん、そうだね、自給自足だね。野菜からキノコから魚からイノシシの肉から取ってたから。じゃあ事故1年目本当に一変した感じ？うん、一変したね。畑で作れないから全てにおいて買って食べてたね。2年目に入り、野菜や米の栽培を再開したものの、まちづくりセンターに置いてある測定器で放射線量を測りながらの生活です。みんな一度は測ったことがあるんですか？なんか地域とかで、うん、全部測ったね。大根、白菜、チンゲン菜、シソ、このモロヘイヤ。それでも心配で食べない方はいらっしゃるわけですよね、きっとね。そうだね、ゼロではないからね。あ、ゼロではないんですね。基準値以下っていうか、うん、基準値以下だからね。まあ、不検出のもあるけども、うん、いくらかは出てるね。大橋さんは隣町にあたる現在の福島県伊達市霊山の出身。24歳で結婚し、以来30年間ここヒッポの豊かな自然の中で5人の子供を育ててきました。大橋さんの広げたアルバムには、川で魚を釣り、山で遊ぶ5人の姿がありました。近所？これは近くの川だよね。こういうふうに魚釣れたのね。で、川でバーベキューしてたよね。これも家ですか？そう、家の前。これが一番上かな。1、2、3、4、5だね。しかし、毎日のようにヤマメを取っていた家の前の川も、今では河原に降りることもなくなりました。2011年にヒッポ地区で計測された川魚からは、基準値をはるかに超える1キログラムあたり2042ベクレルの放射性セシウムが検出されたほか、タケノコからは1866ベクレル、シイタケからは1570ベクレルが計測されました。大橋さんの自宅には生まれたばかりの孫も遊びに来れなくなりました。風吹くとやっぱりちょっと違うんだよね。風の関係でも変わるの。自分で除染っていうかやったんですよね。そう、屋根と雨どいと窓、うん、あと庭。一回自分でやったんです。自分でやったんです、うん、とあとあそこのうさぎ小屋が 7.0 あったから。 7.7? 7.0。 ああ、そうなの、うん、7.0? そう、その裏も 7.0 あったのね、まだ、うん、だからそこも取ったんだけど、なんかあんまり変わんないような原発事故は山の暮らしを根こそぎ変えました。ここは風呂場。薪で炊いていたお風呂も灯油に切り替えざるを得ませんでした。ここに薪を置いて、あそこから運んできて、ここで風呂炊きしてたの。くべられないからね、そのまま置きっぱなしなんだけど。野菜でも山のキノコでも測って高いんだから、県境で放射能が止まったわけではないですね、うん、福島第一原発から北西に50キロの距離にあるヒッポ地区。いわき市や南相馬市よりも
放射線の数値は高いものの、福島県外であるために自主的避難等対象地域や子ども被災者支援法の支援対象地域には指定されていません。そんな中、今年の5月、ヒッポ地区の住民698人が福島県内と同水準の損害賠償を求めて原子力損害賠償紛争解決センターに申し立てを行いました。福島県外での集団申し立ては初めてのことです。福島県内の方で賠償問題が出てきたりとか、あと除染が進められているのを見て、こう同じ地区の皆さんがなんか取り残されている感じをすごく感じているというのを、僕がどん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 いろんな人から声を聞いてたので、放射能に対しての取り組みで不満に思っている人とかは、これをやりませんかってことで声掛けしたところ、ほとんどの人が9割ぐらいがよしやろうってことになったんで、被災者として見てもらえてない、健康調査にしても除染にしても、こう本気で向き合ってもらえてないという気持ちがずっとあるので、こういう賠償請求でまずは認められることが、ここもちゃんと目をかけてもらえる、目をかけなきゃいけないんだなと思えるようなきっかけになればいいかなと思ってますね。福島県と宮城県との県境にやってきました。どこが境になるんですか？ここのちょうどこれ、砂利とその土手になった電信柱を境にこういうふうに行くんだよね。宮城県と福島県を分ける道は幅2メートルもない狭い農道でした。原発さえなければと書き残して亡くなった相馬市の酪農家の家から佐藤さんの家は数百メートルしか離れていません。友達いっぱいいるの。私主に相馬の方に、ほら福良泉農協っていうところにスタンドだの何だのあるから、買い物はもうほとんどこっちなのよ。氷具はやっぱり宮城県っていう立場とね、福良泉っていうの境でやっぱ分け隔りあるなって、そこを感じたね。せめてほら筆法っていう地域だけでもね、同じような平等の立場でしてもらいたかったなって、それだけで。除染一つとっても福島県と宮城県では大きな違いがあるといいます。これは今度ね、草刈って取って剥ぎ取りまでするんだって。土入れて除染ってことですね。除染だね。こっち全然ない。こっちは全然ね。ここは除染はしたけどね、草刈っていってたったそれだけで出たの。これスタート、うん、それだけ、うん、これでこうして今度また除草剤振ったんだよね。草を植えてきたから草刈って入れただけなんだよ、うん、何の効果もないでもよ。残念なのが季節感ね、楽しみにしたものがなくなったっていうこと。春はわらびとか、秋はキノコとかって自分で食器もしてね、栽培していたものがね、崩れてしまったからね、やっぱり生きがいもやっぱり違ってくるよ。自分は年だからまあそれで済むだろうけど、若い者の人たちは、これからの歩んでいる人たちは大変だろうと思う。うん、山で生活していくのにはね。太田茂樹さん、地域を支える若手の一人です。大学院で環境社会学を学んだ太田さんは、自然に囲まれたヒッポに魅せられ、20年前ここに移り住みました。現在は妻と子供4人の6人家族。子育てには最適な場所だと感じてきました。しかし事故後、放射線量が高く、子供たちを外に出すことができない時期が続きました。健康診断も福島県のような制度はありません。鳥見に行くんだよね、よくね。この間も5時半に起きて山道行って、でも何も見えなかった。見えなかったけどさ、でもリス見たじゃん、うん、鳥じゃないけど鳥も見たじゃん、なんかキツツキの子供みたいな。太田さんはヒッポに移住して以来、
独学で味噌作りを学び、地元の大豆を使った味噌を製造し販売してきました。これはだからまだ半年ですね、仕込んで。出荷するにはあとまだ半年以上かかるってことですかね。もともと大豆と米を無農薬で作って、で、添加物もなしで天然醸造で寝かしてっていう味噌を作ってきてるんで、やっぱり安全な食べ物を求めてる、ね、消費者の方がお客さんの中には多いんで、そういう意味ではやっぱりね、原発から近いところで作ってるっていうんで、3分の1減ったって、3分の2になったぐらいですね、1年ぐらい。今まではね、何の心配もなくこう自信持ってね、こう売れたものが測って大丈夫ですっていうのをいちいち言わない、紙をねつけたりとか、そういうので証明しながらやっていかないといけなくなったっていうのはね、大きいですよね。若い世代の一人として地域の活性化に取り組んできた太田さん。小さな子どもを抱えながらもこの地域を離れることは考えられませんでした。地域の中にね、もう20年一緒にやってきて、で、周りもね高齢化してて、お年寄りが残っている中に、なんていうかな、お世話になった人たちをこうね置いて、出てっちゃうっていうのは、ね、自分としても多分ずっとなんかね残っちゃうだろうなって思ったんで、もしただ子供たちをねそれに付き合わせていいのかなっていう思いはやっぱりあったので、もし可能性があると私がこっち残って子供たちだけが、実家の方でね暮らすとか、少し離れたところで暮らすとか、そういうのも考えた時期ありましたね。家族で話した時もあったし、ある程度支援法もね、その対象地域を1ミリシーベルトの超えてるところを対象地域にしてくれっていうことをね、もう民間でもみんな言ってますけども、やっぱりある程度納得いくね、きちっとした科学的な線をね引かないと、結局県境でねその半額になっちゃったりとか、その辺がねやっぱり混乱と不満のもとだと思うんで、どこかで線は引かなきゃいけないけどもね、やっぱりみんなが納得するあれを出さないと、ちょうど県境でできるだけ、ね、止めようとか、県境で半額にしちゃおうとか、とにかくこう安く済ますためのね、なんか見え隠れするのがですよね。ね、余ってるね。下3だったんだけど。大橋さんに夫と息子が仕事をしている現場に案内してもらいました。大橋さんの家族は林業を営んでいるため、仕事場は線量の高い森の中、ガラスバッジをつけながらの作業です。こう本所の高いところで仕事やってるわけよ。ガラスバッジつけてるんですか。つけてるって聞いた。今日はちょうど返した、返したところ、返した。本当さ、 2.3 くらいだっけ、2くらいだっけ、年間で毎ミリですか。うん、2.6 年間だよな。私で 2.6 ミリ超えてるんですか。うん、あら超えてる、ね、でも母さんもっと高かったの。 2.6 だから、あら、そうなの。イノシシ取ったり山菜取ったりキノコ取ったり方々でされてたの、この近辺で。そうです、チノコもこの山で取るわけ。キノコもこの山、いっぱい取れたんですか。取れたなってもんじゃねえんだな。自分の楽しみがなくなったのよ。仕事趣味になってしまったよ。ノイローゼになるくらいだよ。自分の楽しみがないっていうのが本当、心残りだな。いつもんだから晩酌しながら愚痴をこぼしてるくらいかな。酒の量増えたって。酒の量は増えたな、少し。誰にこのあれを強く文句言ったらいいんだかと思ってるんだけど。大橋さんの長男は林業を継ぐため10年前から父親と共に山に入って仕事をしています。その息子の将来のために家族で何度も話し合い、この春大きな決断をしました。住み慣れた自宅から30分ほど離れた町に
新しい家を建てることにしたのです。息子がこれから結婚して生活するにはやっぱり少しでも線量の低いところがいいかなと思って、ここに越す決心をしました。余計な出費だね。家一軒を建てるんだから予定がいいですね。残念だよね、ヒップにいられないって。